オーストラリアのユーロビジョンソングコンテストでは、オーストラリアにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。オーストラリアは2015年大会で初めて参加し、翌年の2016年大会で準優勝していた。オーストラリアの放送局スペシャルブロードキャスティングサービスは、1983年から30年近くに渡り、ユーロビジョンソングコンテストを オーストラリア国内に放送し続けた実績がある。この実績を評価した欧州放送連合は、ユーロビジョンソングコンテスト開催から60周年を迎えた2015年、SBS を代表放送局としたオーストラリア代表を2015年大会にスペシャルゲストとして参加させる考えを発表した。オセアニア地域からの大会参加は、これが初めてのことである。 オーストラリアが優勝した場合は、2016年大会をオーストラリアで開催することはなく、SBS 主催により、ヨーロッパ域内の都市で大会を開催し、オーストラリアは2016年大会への出場が認められることとされた。2015年大会に、スペシャルゲストという位置づけで参加したオーストラリアは、ビッグコや2015年大会主催国オーストリアと、 同じく決勝からの参加となった。2015年大会でオーストラリア代表は5位に入賞。翌2016年大会には通常の出場国として参加することとなった。2016年大会ではダミームがサウンドオブサイレンスを歌い、準優勝している。ありがとうございます。